満タンの中にあります。ピピピピピザピザサマービーチバーベキュー、チチチチチキンチキンチキンウィングスオーマイヤー、ピピピピピザピザサマービーチバーベキュー、チチチチチキンチキンチキンウィングスオーマイヤー、ラーメンステーキピザトーストおにぎり、いつもどこでもそうだったチキン、蒸し肉リゾットでボイルフライ炒め物、セブンに今すぐ全部ちょうだい、テストは終わり、新しいオンラインゲーム？私もやりたい！いいですよ。ただし、負けた人が罰ゲームとして明日の朝ごはんを作るってことで。そういえば明日早起きしないといけないからもう寝るわ。さて、朝ごはんの支度をしますか。昨日買った餃子の皮を使おう。ブローニャの分の餃子の具は豚肉、人参、トウモロコシでいいかしら。こんなことも知らないぞよ。餃子のあんって言ったらこれ以外考えられないぞよ。ブローニャさん、どうしました？まだ早いでしょ。変な夢で目が覚めました。あ、餃子を作るのですか。昔本で信州の餃子を見たことがあります。確かこんな形。それでもいいですが、今日作るのは焼き餃子ですので、この包み方の方がいいですよ。この方が頼りにくいですし。委員長の料理の腕はメイ姉様と互角かもしれません。メイさんには全くかないませんよ。私は味にこだわりもないし、昔なんて料理もできませんでした。料理をし始めたのもお腹を満たすためだったんです。我たちがいなくなったらソチはどうするぞよ。ソチはご飯も作れないではないか。姉は心配ぞよ。さあ、あとは餃子を焼くだけです。少量の水を入れてから蓋を閉めて5、6分蒸し焼きして、水がすべて蒸発すれば焼き餃子の完成です。おー、これは羽根餃子ですよ。でんぷんと水を混ぜて餃子の焼き上がる前にフライパンに入れるとこんな感じになります。あ、食べるときはお酢や他の調味料につけても美味しいですよ。するんだけど。はん、人参とトウモロコシ、こんな餃子初めてだわ。あんにはいろんなバリエーションがあるんですよ。そういえばそのことも料理を始めてから知りました。私が昔食べていた餃子は本当に美味しくなかった。うまく作れないくせに、なんでご飯を作り続けていたのでしょう。あなたのためぞよ。私のためですか。あれ、私誰と話してたんだっけ。じゃあ私はゴーヤ餃子作ろうかな。でもキアナ絶対食べません。お、別にあの子のために作るわけじゃないんだからね。私が食べたいだけなんだからね。そうね、自分が食べたいだけね。